2020年4月からの新デザインのラッピングが施された車両釜市バスは福岡県釜市にて運行しているコミュニティバスである。山田市、加保町、稲月町、宇井町が2006年に合併して釜市となった際、それまで山田市が運行していた山田市バスと加保町が運行していた加保町バスを釜市が継承したものである。いずれも 西鉄バスが運行していた路線を廃止したことに伴い代替として運行開始された。釜し発足後に制度の統合が図られ料金が統一されたが路線体系は2019年3月31日までは旧山田市を中心に運行する山田バス、旧加古町を中心に運行する加古バスに分かれていた。 2019年4月1日からは、旧稲月町の下賀茂駅と桂川駅を結ぶ、稲月桂川線のみを受け持つ、稲月バスが、2020年1月からは、同年1月9日に、加保地区で試行運行を開始した、デマンドバスが、路線体系に加わった。同年4月1日には、路線体系の大幅な見直しにより、路線体系は、幹線路線。 江田線路線、デマンドバスに変更された。2019年4月1日から2020年3月31日までは、道路運送法第78条、第79条の規定に基づく、自家用自動車による優勝運送と、稲月桂川線とデマンドバスの、道路運送法第4条に基づく、一般旅客自動車による優勝運送が並存した。 2020年4月1日からは道路運送法第4条に基づく一般旅客自動車による有償運送に統一された。2003年4月1日に西鉄バス地区法伊田支社が運行していたご当時、上山玉の路線のうち、坂谷に上山玉の山田市内区間が廃止されたため、山田市が代替として乗り合いタクシーを運行開始した。 翌2004年4月1日に西鉄バス地区法、大熊支社が担当していた山田市内、加保町内の路線の大半が廃止されたため、大体として山田市では山田市バス、加保町では加保町バスを運行開始した。2006年3月27日に加釜市が発足した際は、旧山田市、旧加保町が、 コミュニティバス運行開始時に制定した山田市バス条例及び加保町地域路線バス事業の設置等に関する条例に基づき合併前の体系で運行していたが2008年4月1日に釜しバス条例を施行しそれまで150円から300円の区間制であった加保バスの運賃を山田バスと同様の100円均一として 運賃を統一し、合わせて路線が再編された。2011年6月1日には、同年4月1日付で実施された西鉄バス地区法、大熊社庫の路線整理により、稲月地区のみを運行する稲月線が運行開始した。2019年4月1日には、下賀茂駅と桂川駅を結ぶ稲月、桂川線が運行開始。 これを皮切りに、釜しバスの見直しがなされるようになり、同年10月1日には、釜し総合バスステーション、バス来る釜がオープンし、2020年1月9日には、加保地区において、デマンドバスが、試行運行開始。2020年4月1日には、釜しバスの全体的な見直しが実施された。それぞれの路線は、以下の通りである。 日鉄バスが運行されていなかった地域でも運行されている。日祝日は枝線路線、デマンドバスは運休する。年末年始は全便運休する。括弧内は一部便のみ経由 A、B は A か B の選択経由幹線路線1稲月、桂川線下鴨茂駅と桂川駅を結んでいる。2019年4月1日に運行を開始し、 稲月バスの初めての路線となった。加保観光が運行を受け負っている。年末年始の未運休し、他は平日だろうが土日宿だろうが1日中に往復運行される。鎌市役所、稲月病院経由が全体の9割を占め、残りは東、岩崎、加古総合高校経由になっていたが、2020年4月1日には一往復増便されて、 感染路線1となり、全体の1割の方が、夏木が丘、東、岩崎、加保総合高校経由に変更された。桂川駅加保総合高校間の海では、利用不可感染路線に熊が、畑桂川線1日に、上りが18本、下りが17本運行される。2020年4月1日に山田バスの路線1.2、を統合し、 全面改正して誕生した。旧山田市域、田川市の坂谷、牛熊、総合バスステーションと薄い庁舎を結ぶ路線、旧山田市域、田川市の坂谷、牛熊、総合バスステーションと薄い庁舎、吉熊と桂川町の加保総合高校、桂川駅を結ぶ路線、田川市の坂谷、旧山田市域で完結する路線がある。坂谷では、 改正前同様、田川市、コミュニティバスと接続する。幹線路線3市内循環線東回り、山田方面総合バスステーションと鎌市役所、志交換高校、稲月病院の間を、旧山田市域、稲月祭殿夏木の湯を経由して結んでいる。上り第一便は、幹線路線4の市内循環線、西回りの下り第一便、稲月病院へ、 下り第1便は、鎌市役所発で、道路線の上り第2便、過保庁舎へ接続している。幹線路線4市内循環線にしまわり薄い、方面総合バスステーションと、志交換高校、稲月病院、鎌市役所を、大熊、すい庁舎、西岩崎を経由して結ぶ路線である。上り第2便は、過保庁舎発、下り第1便は、 稲月病院発で、前車は、幹線路線さんの市内循環線、東回りの下り第一便、カホ庁舎から、後車は、道路線の上り第一便、稲月病院から接続している。デマンドバス、カホ地区2020年1月9日に、試行運行開始。旧カホ地区全体をカバーし、友人の森と、以前のかましバスが乗り入れない場所にも乗り入れる。なお、 桂川の内山田と飯塚の地区保地区の君ヶ畑の一部にも乗り入れる。加保地区は区域面積が他の3地区、稲月地区、薄井地区、山田地区に比べてはるかに大きく、集落が点在しているため早めの運行開始となっている。同年4月1日に本運行開始。稲月地区、薄井地区、山田地区2020年4月1日に運行開始。 同日、山田地区の2台のうち1台から、鎌バスの赤いラッピング車両が運用についたことが確認され、他の車両も順次鎌バスの赤いラッピング車両に変更され、鎌市バスは赤いラッピング車両に統一された。当初は、西鉄バスの代替を目的に運行開始された。1、山田バス主に旧山田市中心部の上山田駅やに、 建てられた生涯学習館を起点として、旧山田市内を中心に運行されていた。路線1は、旧山田市域と薄い庁舎を結ぶ、路線、旧山田市域と吉熊と桂川町の、下保総合高校、桂川駅を結ぶ路線があり、路線には、田川市南端部の坂谷バス停が終点で、田川市、コミュニティバスと接続していた。路線7は、 旧今月町域を循環する路線で、旧山田市内は通らないが、山田バス扱いとなっていた。日祝日、盆、年末年始は、路線1の桂川駅西牛熊生涯、学習館低熊が畑館を呼び、西牛熊生涯学習館低熊が畑館と、路線2が、平日より少ない便数で運行され、他の区間、路線は運休していた。また、 路線21の桂川駅加保総合高校間は、西鉄バスの雨水線と並行し、同区間のみの利用はできなかった。2、加保バス。加保バスのバス停主に旧加保町中心部の有名サイト、加保から徒歩数分のところにある、カントリーエレベーターを起点として、旧加保町内を中心に運行されていた。旧三市町総合間を結ぶ路線も、加保バス扱いとなっていた。 日祝日、盆、年末年始はすべて運休。路線後はこれに加えて、土曜日も運休であった。下り第一便のみ、夢サイトか歩発で、その次は、西鉄大熊であった。最終運行日は異なる車両が使用されていた。上り第一便のみ、夢サイトか歩発で、その次は、西鉄大熊となっていた。最終運行日は、千住街巡る線で、 主に使用される車両が使用されていた。一部の便は、JA か星所を通らず、上り第一便は、カントリーエレベーターの次は上西になっていた。この路線は、東端とその周辺で、飯塚市予約乗り合いタクシーに乗り継げ、桂川駅、筑前大分駅、黒原駅、上穂波駅、筑前内屋駅と飯塚の筑穂地区と筑穂地区外で、 行ける一部の施設に400円で行くことができた。また三市町を釜市バスで唯一通っていた。最終運行日は路線日、宮野線と同じく異なる車両が使用されていた。最終運行日は一部の便が緑ナンバーであった。この緑ナンバーの車両は熊が畑桂川線での運用が確認されている。2020年3月31日まで 鎌市内で上校する場合は100円均一で、カツ川駅、カホ総合高校、吉熊保育所等カツ川町内で上校する場合は300円。小学生未満は大人一人月二人まで無料であった。同年4月1日からは、鎌市内の上校は200円均一、市外上校は400円に値上げ。小学生未満は変わらず大人一人月二人まで無料である。なお、 令和2年度福祉バスの市バス統合に伴う、激変緩和策に関する予算案可決に伴って、専用回数券の利用を条件として、同年4月1日からは、実質、高齢者は、市内乗降100円、市外乗降200円、さらに60歳以上の障害者等に至っては、市内乗降50円、市外乗降100円のみの負担となる。デマンドバスは、 まずはじめに利用者登録をした上で、1回300円となっているが、前景予算案の可決に伴って、こちらも専用回数券の利用を条件として、実質、高齢者は150円、60歳以上の障害者等は75円のみの負担となる。定期券は、一般、数学、小学生の区分で、それぞれに1ヶ月用、2ヶ月用、 三ヶ月用があり、またそれぞれに、鎌市内区間専用のものと桂川駅、カホ総合高校で乗降できるものの区分がある。他に、高齢者用に、市内専用の六ヶ月定期がある。回数券は100円券12枚綴りと50円券24枚綴りとがあり、いずれも1000円である。日産、シビリアン、日産、キャラバン、トヨタコースター等が使用される。 2020年の路線再編に伴い、地元の釜市在住のイラストレーター丸い子のデザインによるラッピングが施された専用車両での運行となっている。当初は、加保町バスでは三菱不走ローザ、山田市バスでは初代ポンチョを使用していた。トヨタハイエースは2020年4月1日に運用離脱が確認されている。 ポンチョは運用離脱後も、しばらくの間山田バス事務所の裏に留め置かれていた。カホ町バス当時の車両シカマシ総合時刻表2020年4月1日、改訂版、5、マシデマンドバスと運行業務委託使用書。P1、2020年3月5日閲覧。広報マ平成31年3月号。P12、13、町岬。 バスクル、釜開業に施設と、市バスが乗り入れ、釜市総務課、高齢社会護課、地域活性推進課。釜市バス路線及び、ダイヤ、運賃等について。P36、2020年4月7日閲覧。 広報かま平成20年3月号 http コロンスラッシュスラッシュ w w w c i t y c o m l g j p スラッシュファイルスラッシュテンプスラッシュ4179956 pdf かまし総務課、高齢社会語課、地域活性推進課。前継資料。p402020 年4月7日閲覧。ありがとうございます。